来たか、マスター。ちょうど良い頃合いだ。座ってくれ。最後の一つ、最後の一掘り。これにて。しまいだ。よし、好きなものを持って行ってくれ。というか、すべて持って行ってくれ。日頃世話になっている霊に掘ってみた次第だ。大したものではないが、それなりの額で売れるだろう。何かの足しにしてくれ、マスター。ああ、数あることに指して意味はない。ただそうだな、一つだけは手元に置いてくれると嬉しい。そうか、そうか。うん。まあ、マスターの連れというわけではないんだな。この辺りの木片でいいな。よっと。いたた、何をする、より。当たるとは思わなんだが、セイバー。そこで何をしている？マスターに黙って、怨行なぞ。気がそれていなければ、君の投擲なぞ当たらぬものを！なぜ気をそらす？それは。いや。別に。なぜわかった？その、なんだ。マスターがチョコレートをイオリにあげて、イオリがお返しを用意すると言って、こちらに引っ込んだのを、その、偶然にだな。偶然に見かけたものだから、ちょっと様子を伺っていたのだが、よもや見抜かれるとは、悟りの会に縁があるのか、マスター。怨行を見破ったのは俺だぞ。違う！ヨシについてだ！それで、マスター、何をもらったのだ？バレンタインのお返しの定番といえば、マシュマロかキャンディーと聞いたが、なんだ？何でも構わんだろう。構うぞ！なぜだ？よしを問うのか。それはだな。首を突っ込んでくるとなれば、よしを問いもするさ。そも、お前には関係ない話だろう。関係ない？よくもそんな口を。君は、私の、その、だな。私、ああ、いや、何でもない。とく忘れろ。忘れるも何も、俺がお前の何だというのだ。ぽいっと。マスターが抱えているそれは何だ？さて、木彫りの像、どこかで前にも見たような。そうなのか。これは仏像、仏の似姿を木に彫ったものだ。
おお、そういえばそんな話だったか。よく君がせっせと掘っていたものだ。そうかそうか、あの像をか。なんだか懐かしい気持ちになるな。若旦那に注文つけられたりしていたな。俺はお前の前でも掘っていたか。そうか。うむ。目まぐるしい英月の儀の日々の中、いとまを見つけては、君はそれを掘っていた。そうかそうか。カルデアでもか。変わらぬものだ、より。そうか。あまり笑ってくれるな。なんだかこそばゆい。笑うなというのに。すまぬすまぬ。しかし、それにしても、いおり、前から少し気になっていたのだが。なんだ？仏というのは、なんだ？はあ？仏が、何かを、知らんのか？うむ、知らぬ。そうか。仏教伝来より以前の英霊がゆえ、そういう。なるほどな。いや、待て、セイバー。ん？では、お前、もしや、天輪女王が何かというのも。知らぬ。天輪女王。アショカ王のことで合っているな。無論、あの気風にあの魔力、大した英雄英傑であろうと感じ取ってはいたが、過分にしてよくは知らぬ。あ、まったく困ったものだ。英傑の儀の折もそうであったが、相変わらず従前の知識が私の頭には入ってこないようなのだ。私もさすがにこれはどうかと思い、かのお山の巫女に尋ねたところ、真剣所有のアドバンテージの分引かれているようだと言っていたが、マスター、マスター、マスター、悪いが俺一人では手に負えん。手伝ってもらえるか。いや、手伝ってほしい。是が非でも。セイバーがこのままでは、まずい。実にまずい。古今東西の英霊が数多行き交うカルデアの戦いにて、この無知ぶりはいかにもまずい。記憶が欠落した俺でさえ、知識の類は付与されたというのに。ところで、ここにある団子は食べてよいのか？おーい、よいのか？よいな。食べるぞ。よし、食べてよいものと見た。はっ、もぐもぐ。この危機感のなさだ。もぐもぐ。マスター。最低限で構わん。セイバーに常識というものを教えてやらねば。間違いなく骨が折れるぞ。マスター、どうか力を貸してくれ。もぐもぐ。もぐ？マスター。頼む。
大丈夫だ。きちんと覚えているからな。案ずることはない。湯を一度捨てて蒸らすのだ。しばし待て。うん、よし、頃合いだな。米が炊けた。良い香りだ。お味をつけもすぐに出来上がるぞ。具は豆腐と小松菜、それに納豆。納豆というのはあれだな。すごいな。私も初めは面食らったが、今ではこれなしではいられぬ。江戸の町ではな、納豆のお味をつけが好まれるとかなんとか。まあ、図書館とやらで知ったことだ。この霊気に刻まれたものではないが、うまいものはうまい。君、納豆はいけるか？それはよかった。何、人を選ぶとあったからな。好きであるならよい。ふん、案ずるな。こんなこともあろうかと、まだ汁に入れてはおらん。では、君の分には納豆は入れずに置くぞ。うまいのだがな。さて、待たせたな。ちょうど、アジの干物も焼き上がった。これにて、朝芸一式、完成である。うむ、うむ。何せ、いおりから一日かけて教わったからな。何を隠そう、かくいう私も、じゅるり、もう、腹が減ってたまらぬ。食すとしよう。優勝か。そうか。いいな、気に入ったぞ。我が朝芸こそ優勝だ。さあマスター、たんと食し、たんと味わうがいいぞ。腕によりをかけたというやつだ。うむ。では私も早速いただきます。もう、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 うまいな。これは、いおりの腕を超えたやもしれん。さすがは私だな。もう、もう、君はどうだ？その、なんだこの言いようのないもやもやとした、戸惑い、恐れ、いや、恐れているのか？私が？いや、恐れるものか。このセイバー、ヤマトタケルに恐れるものなし。マスターよ、我が朝芸一式、美味か、あるいは否かをここに問おう。いかに？そうか。何よりだ。まあ、当然のことではあるのだが、なぜこうも私は。分かってしまった。分かってしまったかもしれない。
あれはそう。こたびの朝芸意識を身につけるべく練習していた折のこと。どうだ、伊織。ああ。まだまだ試作ではあるが、その、いきなり、慣れた君のように作れるなどと、おごるつもりはないのだが。そうか。うん。どうかな。ん？ああ、味が気になるんだな。うむ。どうだろうか。食えるぞ。食える。初めてでこれなら大したものだ、セイバー。食える。そうか。そうか。うん。ぶう。やはり、あれだな。絶対あれだ。あれが、私の虎と馬になっているのだ。きっとそうだ。伊織のせいだ。君は、素直でよいな。うむ。別に、伊織なぞどうでもよい。だが、うむ。その心遣いに感謝しよう、マスター。おかわりの分もたくさんあるからな。遠慮はするなよ。よいな。うむ。良い返事だ。自らが供するものを、こうも喜んでもらえるというのは、面はゆいが、良きものだな。本当に。マスター。少し聞いてくれ。うむ。私には、かつて、妻がいた。我が妻、音立花。私にはもったいない、輝くような人だった。彼女は、多くのものを私にくれた。本当に、私は、もらってばかりで、何も。今であれば、こうして朝芸の一つも振る舞えるが、あの頃の私は、ただ、あらゆるものを殺すのみで、他には何もなかった。私が、尊きものを知ったのは、音立花がいたからだ。あれは、命を懸けて、私にすべてをくれた、尊きものが、ささやかな、けれど、温かい、守るべきものが、世にはあるのだと。優しい、私がか。そうか、私は優しいか。うむ、その通り、その通りだぞ。
私に優しさなるものがあるとすれば、それは彼女がいたからだ。良いことを言うマスターだ。うむうむ。いつか君にも会わせてみたいものだ。その時には、うむ、今以上の最高の朝毛を振る舞ってやらねばだ。よし、そうと決まればもっと精進するぞ。付き合ってくれるな、マスター。良き食べっぷりだ、マスター。手が止まらぬと見える。良いぞ。そうでなくては、私はもっと腕を磨くぞ。いずれ音立花と巡り合う日も来るやもしれん。その時にはきっと最高の朝毛を振る舞ってみせねばだ。よし、そうと決まれば早速腕を磨くぞ。付き合え、マスター。今朝だけで。そうだな、3度ほどは朝毛を食してもらう。いずれも真心込めるゆえ覚悟するがよい。とく始めるぞ。今日という日はいわゆる晴れの日なのだと、感謝の念を込めて贈り物をする日だと聞いた。紫式部殿には頭が上がらない。彼女からは多くのことを教わっている。秘伝もだ、マスター。サーヴァントの身となってわかることだが、召喚の際に付与される知識は身についたものとはいささか異なるし、バレンタインのような風習の類については少なくとも私の場合は与えられぬゆえ、教わるより他にない。感謝を形として送る。あまねく人々がそのようにして送り合う。聞けば元となった異教の風習や信仰を離れ、今や多くの人々がそのようにするのだとか。当世をわずかに味わった気分だ。バレンタインなるもの、奥が深い。無論。そうだろうか。手元に鏡がないゆえ、自分の表情の遺憾はわからないが、もとより、余人より表情少なき我が顔、そのように言ってもらえること嬉しく思う。ことの葉、痛み入る、マスター。さて、あまり待たせるわけにもいくまい。今朝方完成したものだ。どうか受け取ってほしい。いや、拙い手習いがごときもの。貴殿こそ、あなたのことの葉、あるいは思いだろうか。そこにこそ、私は美しさを感じる。この私は、風流などには縁遠い武骨者。けれど、あえて、ここはあえて器の上の枯山水、チョコレートにてかように形作らせていただいた。しかり池もなく槍水もなきところに石にて庭を形作る。日の本の古き庭のありさまにて、まさしく、これには、ささやかながら、思いを込めさせていただいた。
バレンタインとは思いを送り合うものと聞く。であれば、私の込める思いとは、すなわち我が願い、我が悲願にして、対岸、カルデアのサーヴァントとして限界すれども消えることなき思い。かつては、世の歪みを正すと叫んだが、今は、ただ、世よ、どうか平らかであれ、穏やかであれ、と。マスターの時代風に言えば、そう、平穏、平和であるようにと、あなたが、あなたの世を、世界を取り戻すまでの間、この枯山水、私が世界へかける思いが、無量の慰みとなれば。うん？それは、そうだが。マスター。もしや、だ。もしや、なのだが。そんなことはないと思いたいのだが、もしやチョコレートなるもの、舶来の粘土細工ではないのかな。随分と柔らかく繊細なものだと感じてはいたのだが、もしや粘土細工ではなく、マスター、え、あ、違うか。やはり粘土細工の類ではなかった？大事ない、大事ない。ただ、驚いただけで。統制風に言えばそう、ショックを受けただけゆえ。マスター、つまり私は、私は、すさまじいまでの猛埋ぶりを晒してしまったということ。穴があったら入りたいとはこのこと。そうだろうか。そうか。うむ。これはあくまで贈り物。あなたがそう言ってくれるのであれば、私は。ぬぅ！いや、わかっている。わかっているが、いるが、ああ！うむ。味については自信はまるでないが、せめて思いだけでも味わってもらえれば嬉しく思う。では、このこと、宮本伊織殿にはどうか内密に。では！
いましたね。マスター、我が、かりそめの主。いえ、失礼。かりそめであろうとなかろうと、主人と従僕の間柄、お慕いしておりますとも、我が主。いえ、いえ、何もありません。はい、内向でも内御前でも好きなようにお呼びを。はて、何のことでしょう。あなたの魂に染みつく黒き死の気配、たとえその自覚薄くとも、この私の目をごまかせるとでも。あなたは、あなた自身が類いまれなる器となりうるのです。私に委ねてくだされば、世のあまねくすべてをちりやくたと変えようものを。ほう、どこまでも人のいいことで。ですが、ああ、わかることもあるにはある。あなたがそのような人だからこそ、異なる霊気の私や怪盗丸は、いえ、いえ、陰りに踏み込む話はやめましょう。今日は晴れの日なのだと聞いております。そうなのでしょう、マスター。バレンタインデー。思い人に贈り物をするとか、日頃の感謝を込めて贈り物をするとか、人によって言うことが変わるため、詳細までは不明ですが。ともかく、贈り物をする日だということはわかります。そこで、これをあなたに。驚いていますね。とある鬼の顔を模したものにて。格好、そうですか。うん、いえ、これこそはかつて身にまとった黒き鎧、その一部。我が父三中が作り上げた最強武者を育てる器にして、殺戮の具足、この霊気にて身にまとっているものもその一部ではありますが、いわばこれは下衣のようなもの。本来はこの上に大鎧を着込むのです。見た目は身の丈六尺に近い衣装部のようになりますね。はい、牛御前、神なる力を備えて生まれた異形。その人の手には余る力を、人の形に押し込むための鋳型。それこそが具足の進化でありました。私は、鋳型によって最強の武者たらんと仕込まれた。涙やよだれを無様に流し、血をたくさん吐いて、ああ、それはそれは。
苦しみと痛みに満ちながら、同じくらいにとろけるほどに熱く甘美なる日々でありました。父の思いを一身に浴びながら、魂と肉体をすり減らして涙に暮れたあの日々、忘れられるはずもなし。失礼、いけませんね。今もあの頃のことを思えばいささか乱れる。泣くこともあらば喜ぶこともあり、私は愚足に苛まれていたのでしょう。けれど、そんな不甲斐ない私を支えたのもまた愚足であったのです。その一部こそこの綿棒。さすがに本物ではございません。これは黒き鎧の綿棒を模して私が作り上げたもの。血も涙もなく大太刀を振るい、鬼どもを引き裂く武者の綿棒にございます。父の言うには、そう、心を鎮める効果があるのだとか。殺戮に際して高ぶりすぎず、しかして哀れみを抱かず、心をただ冷ややかなる一振りの刃へと変える。大鬼であろうと鬼の子であろうと、都にあだなす逆賊であろうとも、慣れれば息一つ乱さずに殺せましょうが、初めのうちは誰しも不慣れなものでしょう。感心していますね。そうでしょう、そうでしょう。この模造の綿棒にも程度はいささか落ちるものの、似た効果を与えておきましたから、あなたの旅にも役立つでしょうとも。感心させてしまいましたね。そうですね、これはお返しに期待してもよいのでしょうか。そうに違いありませんね。では早速お返しをいただいてしまいます。あなたの魂をいただいて。お待ちなさい。金星、金星、ご金星ですよ。それ以上のご金星はあなたといえど許されません。あなたが私の邪魔をできるとでも？できます。この霊気の私こそはカルデアの風紀を守らんとする精錬そのもの。どこの誰が相手であろうと、マスターを守るため活動するのみです。金星、金星、バレンタインデーにおける不純異性交友も不純同性交友もご金星です。よくわからぬ霊気かと思えば、よもやかような源の雷光、かよわき私自身、金時が、カイドウ丸がおらねば、私に抗えぬほどに弱かった者が、こうも逆らってくる。くっ、おのれカルデア。そもそもですね、あなた、贈り物にどんな甘味を選んだので。
これは許されることではありませんよ。許さない。面白いことを言う。ご頭天皇のお力も扱いきれぬ半端の身でよく吠えたものです、雷公。ああ、なんと愚かなのでしょう、牛御前様。この霊気であるがゆえの性質など些細なもの、それすらもわからぬと、どうしようもなく私があなたに勝てずにいたのは、あなたが私自身であったがゆえです。外にあるなら容易に殺せますよ。マスター、お下がりを。主、こちらへお越しを。はい。それは。やめなさい。参った、参りました。それはさすがに、その困ります。牛御前様、私としては顔から火の出る思いですが、マスターには従いましょう。ここは失礼します。牛御前様、マスターの度量に。いえ、ことの葉にすることではありませんね。ではこれにて。つまりこれにて私の完全勝利というわけですね。皆まで言わずとも結構です。ではマスター、先ほどの事の葉の通り、どうかかつてのそれに似せて作った綿棒、いつまでも大切にしてくださいませ。ありがとうございます。素直な方ですね、本当に。驚いていますね。あれ、今目をそらしましたね。ええ、間違いなく目をそらしたのを私は見ました。なぜ？あ、もしかして、主、引いておられますか？あ、そういえば、確かに、鈴鹿御前から、それは引くっしょ、などと言われ、いえ、
そんなことはありえまいと贈り物を作り上げましたが、引かれてしまった。カイドウ丸は呼ばないように。ここでは何事もなかった。何事もなかった。良いですね。それなら良いのです。では主、私からの贈り物、いつまでもいつまでも大切にしてくださいね。あなたの魂をきっと守ってくれますから。ありがとうございます。素直な方ですね、本当。